スネオ。あたし静か。ドラミです。静香ちゃん、今から絵本の中に入ってみない？でもピアノの稽古が。ちょっとでいいんだ。素敵な大冒険なんだよ。のび、僕はこれ、俺はこれ、私はこれ。さあ、あれ、のび太くんいないや。あれ、まさか。お兄ちゃん、どうしよう、のび太くThank you, Hanabi.
ルガン。
ドラえもん。Thank you.
袋。袋。
ケコプター私がこの黄金球の主人、船乗りシンドバッドだよ。はじめまして、僕ドラえもんです。はじめ。ここまで来るのは大変だっただろう。まあゆっくりと旅の疲れを癒しなさい。そうだね、私の自慢の宮殿は。今からは俺様の宮殿だが、お前はアブジル王様自慢のコレクションを全ていただいた。命が惜しかったらさっさと出ていくんだな。奪われてしまった。僕に泣かせてください。ドラえもん、we'll be right back.
あと少しだったのに。チクショー、覚えてろよ。悪者をやっつけてくれてありがとう。あの二人は後できちん。ありがとう。君たちの活躍のおかげで黄金宮に平和が戻った。本当にありがとう。いや、そんな大したことじゃしかし、もう帰ってしまうのかい。もっとゆっくりしていってくれてもいいんじゃがな。またきっと来ますよ。そうだ、今度来るときにはシンドバッドの絵本を。この大冒険は現実だったのか、夢の世界の出来事だったのか。さあね、どっちでもいいじゃない。夢みたいに楽しかったんだから。